10分の1スケールの新安鎮船の復元模型。新安鎮船は1975年に韓国の全羅南道新安郡の沖で発見された沈没船。新安沈没船、新安沖沈没船などの名称でも呼ばれる。線形は中国の伝統的な外洋船のジャンクに属する。調査の結果、この沈没船は発見された木管から、 東福寺再建のため元に派遣され、帰都の1323年に中国の軽減から日本の博多に向かっていた貿易船だったことが判明した。中国の元王朝時代の陶磁器や銅船を大量に積んでおり、当時の東アジアの貿易を知る上で貴重な資料となっている。また、韓国の水中考古学が発展するきっかけにもなった。日本では博多、 中国では軽減を玄関口として交流が行われた。現行の公安の役の後、火元は相互に警戒体制となり、貿易戦や人材交流も数年間は中断した。1292年には3度目の日本攻撃が計画されたが、1294年に皇帝首来が死去し、時代にデムルが即位すると計画は中止された。 火元は正式な国交がないものの交流が盛んになっていった。平安時代には博多を中心としていた中国の文化が管理貿易の縮小に伴う民間の交流の活発化によって日本各地へ広まっていった時代にあたる。陶磁器や創船をはじめ中国からの輸入品は動物と呼ばれて平の清盛の時代に急増し喫茶文化も流入した。 博多に輸入された中国製の陶磁器は12世紀には欧州藤原市が治める平泉にも大量に運ばれていた。鎌倉幕府成立後の13世紀には動物の流行で物価が上昇したため幕府は1254年に陶船を五席に制限しようとした。宋代から九州には陶房と呼ばれる中国人街が建設されており最大のものが 博多の大東街だった。宋人は博多に住まいを持ちつつ、中国と日本を往来しており、これを獣主ゲル貿易とも呼ぶ。貿易船の船長や貿易承認をする、宋人は綱首と呼ばれ、博多や周辺地域の自社や荘園と協力関係にあった。箱崎八幡宮、太宰府大船寺、宗形神社、博多城天寺、非前神崎荘などがそれである。 綱首の中には人員混流に関わる者もいた。元が南宋を攻略したモンゴル南宋戦争以降は博多綱首の記述は資料から消える。しかし現代も博多には多数の貿易商人が居住した。こうした解消は非元双方の権力者や大商人の代理人として後悔をした。日本に住んでいた宋人は次第に 日本に同化したとされており、現行では博多が攻撃を受けたが、貿易は中断を挟みつつ増えていった。現代の流線政治のほか、元が発行した動線の大元通報や、パクパ文字の印象も出土している。鎌倉時代や南北朝時代にかけては、自社の増営費用や復興費用を調達するために貿易船を派遣し、現行の前よりも派遣は増加した。 明州城の模型中国では13世紀の宋代から陶磁器の輸出が盛んになり、青磁、白磁、青白磁が輸出されていた。14世紀の現代には、聖火磁目加割り、アジアとアフリカ各地へ運ばれていた。日本向けの陶磁器が軽減で積み出しをしていたのに対して、東南アジア、南アジア、西アジア向けの陶磁器は、杭州や、 市白紙のある泉州で積み出しを行った。台湾や琉球諸島向けの陶磁器は、復讐に集積された後に泉州へ運ばれ輸出された。中国の海運は現代に大きく改善された。それまで北洋と南洋の往来は盛んではなかったが、危険な北の航路が開拓されて南北の海運が繋がり、14世紀前半から国内の輸送や海上貿易が増加した。 軽減は南北のハブに位置する重要な港であった。輸出先によって陶磁器の種類が異なり、各地の必要性や嗜好に合わせた品が選ばれていた。日本向けには、流線用政治、軽徳鎮用青白寺、復権当時が中心だった。東南アジアや西アジア向けには、流線用政治、復権当時、軽徳鎮用が中心だった。流線政治は、 現代から器の大型化と装飾の増加が進んだ。遊牧民国家のモンゴル帝国を源流とする元は、大皿に盛った料理を取り分ける食文化であり、その習慣が影響したと言われている。新安鎮戦が航行していた14世紀前半は、大型化した流線政治の輸出が盛んになった時期にあたる。元は貿易を重視する王朝であり、 服属をしない国である日本との貿易も続けた。元は、軽限度の警備を強化しつつ、貿易を認め、官貿易の商品を国家が管理し、和人は入場させずに取引を行った。四白市では、海外不信の国に対して30%の関税をかけていたことから、日本に対しても同様の関税がかけられたと推測される。しかし、貿易の管理を厳しくしたために、 トラブルが増加した。1309年には日本から来た解消が、軽減の役人と対立し、運んできた洋を使って放火し、軽減場内の建築物が4分の1近く消失する事件が起きる。事件以降の元政府は、日本だけでなく、解消全体への警戒を強めた。日元は貿易をしていたものの、日本は、 元の招き悟氏に返答をしていないため正式な国交がなく貿易におけるトラブルで日本側の協力は期待できなかった。そのため元政府には警戒強化の他に対策がなく、その後も1328年、1335年に同様の事件が起きた。日本と元の交流で役割を果たしたのが仏教像であった。特に前週は、 博多の僧人たちが信仰しており、海商が仏教寺院の保護を受けたのも、前州の影響が大きかった。海商にとって禅寺は貿易品を買い取ってくれる顧客でもあった。後白川法王や平野清盛など、日本の権力者に出家した者がいることは、宋代から知られており、元の皇帝テムルが国家の施設として1299年に派遣した、一山一ネが、 仏教像だったのも、その情報に基づいている。博多で喫茶文化が始まったのも前週がきっかけとされる。元との貿易が再開すると、日本から渡航する仏教像が急増し、貿易船にも層が乗っていた。博多は元から来日した層と、日本から元に渡る層の拠点でもあった。 往来が禁止されていた時期を除くと年平均で4.21人が元へ渡っており、南宋時代の4倍近くに達した。引き上げ作業の様子。1975年7月、新安軍の千島にある道徳島の約2キロ沖で発見された。漁業者が6個の当時期を引き上げて新安軍に報告し、1976年1月には、 韓国文化財管理局に情報が届いたが、当初は偽物の陶磁器だと考えられた。陶磁器を譲られた者が古美術賞に持ち込んだことがきっかけで関係者が注目し、1976年10月から文化財管理局が調査を開始した。沈没船は統計126度5分6秒、北緯35度1分15秒で深さは約20メートルに位置していた。 10月15日に新安軍の船舶で現場を調査し、10月16日に発掘調査を行った。文化財管理局は国防部に協力を求め、調査が行われた。予備調査の段階で約2000点の異物が引き上げられたために、当局は重要性を認識し、韓国海軍も参加して、潜水作業はフロークマンによって行われた。 同年10月と1977年5月から7月の3回に分けて文化財管理局と海軍に加えて考古学者や歴史学者、アメリカから招聘した水中考古学の専門家などによる調査が行われた。現場は多頭海で潮流が激しく、通常は高ノットに達し、緩やかな時で2.5ノットあった。半島の西海岸が航海に面しているためか、 海中の視界は悪かった。潮流から作業者を守り、遺物の発見場所を区別するために一辺2メートルの正方形の鉄製の枠を沈めた。1977年時点で引き上げられた遺物は、陶磁器6000点、金属製品や木造製品400点、同線10万枚に達し、1977年10月には、国立中央博物館で、 新安海底文物展が開催された。中南大学校やソウル大学校工科大学などの研究者の分析により、積み荷は中国のものが中心であり、船体の構造からも中国系統の船であることが明らかになった。1977年に少数ながら高来政治が発見され、1978年の調査では日本の品物や 中国人の特徴を持っている頭骨も発見された。調査は1984年まで11時にわたって進められ、二フダの木管なども発見されて特定が進んだ。戦場に引き上げられた遺物。戦跡についての証拠として、港の名前を記した戦具も引き上げられた。聖堂の陳床に軽減路という名があったため、この船が軽減の中国船であると判明した。 寧派は、唐の時代から貿易港として栄え、宋代には、明州や軽減府と呼ばれ、現代には、軽減路と呼ばれていた。木管には、至たりち3年6月3日という元の暦が書かれたものや、日本の東福寺の権利物を示したものもあった。当時の日本は、博多で中国と貿易を行っていた点から、元の時代に、軽減から博多へ向かった船であることが判明した。 現代の東アジア航海ルートには、首都の大都に近い山東半島と高麗の海景を結ぶルートと、東、シナ海から朝鮮半島の南を通って、博多に行くルートの二つがあり、新安鎮線はのルートを通った。当時は軽減から、高麗の間は3日から5日、軽減から日本の間は約10日かかった。新安鎮船は軽減で当時期をはじめ大量の、 貿易品を積み、博多を目指して出港した。甲州湾を出た後で、朝鮮列島から北東へ向かい、朝鮮半島南端に達した。積み荷が満載だったことから、出港後に、どこにも寄港せずに沈没したことがわかる。ただし、積み荷の種類は日本で人気のある陶磁器や、創船の他に、高来で人気のある舌、胡椒、日記などもあり、 複数の気候を予定していたという説もある。船体の引き上げは1979年から行われ、残存する長さが約27.5メートル、幅が約8メートルあり、航海時の全長は推定34メートルの小船であることが明らかになった。甲板をはじめとする船体の髪型は失われており、200トン規模で乗組員は50名から70名とされる。 戦争は針で区切られており、八つの区画があった。漁の底には穴が一個開けられており、船の継ぎ目から染み出す水を集めるのが目的と考えられる。そこにはバラストや濡れても良い積み荷があり、その上に底板が置かれた。浸水が溜まってきたら、底板とバラストや積み荷を取り出して、水を汲み出すという構造になっていた。ある種の防水隔壁であり、 後の18世紀には、こうした仕組みは、塩用層と呼ばれた、政治法を耳鼻い苦難層時代、新安鎮線に積まれていたものと同系の流線政治、最も多かった積み荷が陶磁器で、約2万1点に達した。産地や種類が特定できるのは1万8832点であり、中国の河南のものが中心だった。最も多いのは、 流線用の流線聖事で1627点。次に多いのが、慶徳鎮の白字、青白字で約4100点。福建省の白字、青白字が約1650点となる。その他に、県用の天目茶碗、七里鎮用の活有骨壺、吉州修用の活有字、白字価値彩り字、活有4耳壺。河北からは自修用の国有字、白字鉄へ。 そして朝鮮半島からは、高来の高来政治もあった。当時期の産地は、河北省から関東省まで広範囲であり、当時の中国全土の主な製品が積まれていた。最多である流線政治は大きく2タイプに分かれていた。水色の政治で文様などの装飾が少ないタイプと、緑色で装飾が多いタイプである。積み荷では、校舎が大半で、そのうち多くは、 小型の碗、皿、パチだった。後に、日本では、前者が、キヌタ聖ジ、後者が、天竜寺聖ジと呼ばれるようになる。キヌタ聖ジや天目蛇碗には、茶を立てるときにできる細かいすり傷があり、中古品だった。キヌタ聖ジや天目蛇碗は、南宋の時代に作られた器であり、アンティークとして、日本で好まれた可能性がある。現代に作られていたのは、 大型で装飾の多い天竜寺寺だったが、日本では13世紀後半の鎌倉時代以降に、絹田政治が好まれ、現在でも人気が高い。新安鎮船が出港したとされる経減は、南宋の首都だった杭州と運河で繋がっていた。杭州は、河南経済の中心であり、現代でも各地の陶磁器が集められていた。そうした、 公州の陶磁器が日本への輸出品として軽減に運ばれて、新安鎮船に積み込まれたと考えられる。同時代に日本で流通していた陶磁器の種類が新安鎮船と似ているため、中古品の陶磁器は国内用だったものを日本の思考に合わせて輸出用にした可能性もある。これに比較して西アジア向けとして、 先週から輸出されていた陶磁器は大型で装飾の大い井流線政治、福建、慶徳鎮が中心であり、種類が異なっている。陶磁器は10個単位で包装して木箱に入っていた。木箱の素材は常緑の強木で中国と日本に生息する種類だった。箱の表面には墨の文字で大吉や試験などが書かれており、吉祥区や所有者の名前を示したと推測される。 中国が発行した銅線は総重量28トンに上る。様々な時代のものが混じっており66種類があり、主に総政府が発行した総線だった。仮に1枚3.75グラムとすると約800万枚に当たる。最も新しいものは元政府が発行した次第通報で、次に発行された市政通報は発見されていない。 総船は11世紀の日本でも博多に住んでいた総人が使っており、12世紀後半には日本各地に流通し、13世紀後半には事実上の日本の通貨となっていた。総政府は銅船の輸出を禁じていたが、日本への密輸が続いた。元政府も民間による金や銀の輸出を禁じており、銅船についても同じだった。 新安鎮線には大量の銅線が積まれている点から、元政府が公認した漢方液を行っていたと推測される。鉱木であるシタンが1.8メートル前後に切られて約1000本積まれていた。種が特定できた植物は16のうち14が漢方薬にも使われるものだった。胡椒、日記、クロトン、生姜などがあり、薬草は薬箱に入っていた。 植物の種として、胃腸、安忍、大地、栗、くるみ、はしばみもあった。胃腸に関する日本最古の文献は、古都製定金往来とされているが、それ以前の時代から日本に胃腸が移入されていた、可能性がある。積みには、石臼や天秤、サジも含まれており、薬の調合用だった可能性もある。荷物とともに、権利者の名前や中身を記録した木管も多数。 発見された。二札の木管で最多のものは、東福寺公用と公私私の木管である。東福寺は日本の仏教寺院であり、東福寺がこの船を送ったことを示している。津氏は船長のことであり、東福寺から輸送を受け負った船長が私的な貿易品も積んでいたことを示している。この他に、博多の上天寺のツリージャグンや福岡の箱崎宮などの寺社や、 戦員や出資者と思われる名前の木管もある。東福寺は1319年に火災にあっており、箱崎宮も1310年に火災にあっていることから、新安鎮船は復興資金を調達する目的があったと推測される。制銅廃などの金属製品が約700点、スズリやチャウスなどの石製品、ガラス製品、書画の軸、銀城があった金属製品や漆器には、 儒教の礼器などもあり、実用性の他に文化的な動機で運ばれた品もあった。また、日本製の品として、同郷、セット焼き、将棋の駒、漆器、兵士、下駄、日本刀の唾などがあり、日本人の乗客や乗組員がいたこともわかる。中国や日本など様々な出身の者が貿易船に乗り込むことは珍しくなく、宋代から同様の記録が存在する。 鉄製のフライパン状の用具や鉄鍋などもあり、乗組員が調理に使ったと推測される。引き上げられた陶磁器。新安鎮船の発見は、韓国の水中考古学が発展するきっかけにもなった。単一の遺跡としては、韓国史上で最大の発掘量となり、韓国は、総現代の陶磁器の最大の保有国にもなった。1994年には、研究の拠点として、 旧浦市に国立海洋遺物展示館が設立された。海洋遺物展示館では保存処理をした船体の部材の組み立てをはじめ復元作業も進められた。新安鎮船が調査中だった1983年、同じく全羅南道の太い島郡にある薬産燃料島里,里島の沖でも沈没船が発見された。この船は高来政治が3万点近く積まれており、 11世紀末から12世紀に海南軍の山にメンチン山里で作られたことが判明した。南方の軽将南道に陶磁器を運ぶ途中で沈没したとされる。こうした発見によって、さらに西海岸やチェジュ島での調査が活発になった。1995年には、全羅南道無安軍の道里浦で14世紀の造岸政治が発見された。二千二年には、 全羅北道の十二東馬島で、高麗前期の船、群山市洋島で、高麗時代中期の陶磁器が発見された。それまでの潜水作業では、海軍の協力を得ていたが、国立海洋遺物展示館は潜水の専門家の養成を行い、2003年から水中発掘科が設立された。これ以降は、国立海洋遺物展示館による独力での発掘や保存が可能になった。 2007年には、中世南道大安軍の大島沖で2万2000点に及ぶ大量の高麗政治が発見され、2002年発見のものと同様に開け経営運ばれる予定だったとされる。2008年までに14カ所の遺跡で中国船2隻、高麗船6隻、遺物が約8万8000点発見され、海洋遺物展示館は2009年に、 国立海洋文化財研究所へと改祖された。2006年には、新安鎮線の発掘調査開始30周年として、発掘調査船、シーミューゼー号が建造された。また、2014年には、アジア初の水中調査発掘専門船、ヌリアン号が建造された。韓国では、水中文化財への関心が高まり、文化財保護法が全面改正された。 従来の文化財保護法では、対象が土地とその他の物件であり、改正で土地、海底、または建造物などとなった。さらに文化財保護法を保管する埋蔵文化財の保護及び調査に関する法律では、水中文化財の同定や発見区域について定め、水中文化財の調査を地表調査と発掘調査に分けて許可制度を整えた。 水中文化財の発掘を行う主体は国立海洋文化財研究所であることが明記され、地表調査が可能なのは文化財管理局による登録や許可を得た組織とされた。2014年時点で地表調査をできるのは6組織あるが、水中の発掘調査が国立海洋文化財研究所に一元化されているため、一般の民間調査機関にとっては制約となる面もある。 新安鎮船の調査結果は報告書としてまとめられ、文化広報部、文化財管理局から、新安海底物資料編 I、新安海底物資料編 I、新安海底物資料編 III、新安海底物総合編が発行された。新安鎮船の船体は、太石まで引き上げられた沈没船とともに、国立海洋文化財研究所に展示されている。ありがとうございます。